についてどういったところが魅力的なのかを紹介しながらおすすめの1曲をお届けしたいと思います。いいですね。まあまあわかるでしょ。今日誰をやるかね <laughs>、えー。ちなみに今回はですね、超 A＆G プラスで放送されるものとアーカイブで配信されるもので内容がちょっと違います。うんうんえー、超 A＆G プラスでは。 説明した通り私が曲をお送りするんですがアーカイブでは曲の代わりに私が曲への思いを熱く語っておりますので是非両方お楽しみくださいアーカイブで聴くときはね同じタイミングで私が紹介した曲を流していただけたりするとより一層楽しんでいただけるかななんて思っておりますはいそれではいいですか紹介していきましょう最初はやっぱりこの方矢沢永吉さんです 始まっちもうついに来ました私がこの、まあ、劇団ひまわりに所属してから、まあ、20年ぐらい経つんですけれどもようやく A ちゃんについて話せる場ができましたありがとうございます長い道のりでしたよええそうですねまあ私が、まあ、まず A ちゃんさん、まあ、A ちゃんでいいですか今回は A ちゃんにはまったきっかけはですね、まあ、父親がもともと ロックバンドをやってておりましてそのぐらいま大好きなんですよロックとかね、まあ、そのきっかけがお、ままあ、父さんのきっかけが A ちゃんで父の影響でもう家ではずっと A ちゃんの曲がかかってたし車でもずっと A ちゃんの曲がかかってたかなで、まあ、小さい本当に34歳の頃に A ちゃんのライブ映像とかを父親に見せていただいて。 もうすごかったたんんですすよその時の時衝撃が私熱出ましたもん <laughs> 覚えてるすごい覚えてるんですけどなんかまあだからその時多分、まあ、今7 1二2歳とかだから20年前50歳とかだと思うんですけど、ね、映像的には50歳ぐらいのすごくまあかっこいいスレンダーなセクシーな男性がもうライブ会場を駆け回りながら歌って。 でででまマ、あ、マイクパフォーマンスすするんですよでそのマイクパフォーマンス A ちゃんのマイクパフォーマンスってまあ、こういう、まあ、もちろんお話しするマイクパフォーマンスもいいんですけどこのやっぱりねあのマイクスタンドをはい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 ねねあれすすごいですよ、ね、マイクスタンドをこう振り回すじゃないけどもチューを舞うんですよマイクスタンドが。 で、しかもそのままマイクスタンドが白かったりしてまあ、その白いのって実は昔はマイクスタンド黒いマイクスタンドに白いテープをぐるぐる巻きつけてたみたいなね話とかもあったりするんですけどだからもうそのなんかパフォーマーだったんですよ完全に歌手というよりは私にとっては。で表現ってすごいなって子供ながらに思って私は歌とダンスがやりたい。 っていうパフォーマンスになりたいって思ってまあ、事務所に入ることになったので本当になんか今の私があるのマジで A ちゃんのおかげでって感じなんですよ。はな、い、んですかね何がいいまあなんかどうなんでしょうその皆さんの A ちゃんさんのこうイメージってやっぱり自分のこと矢こ沢って言ったりこうまあ、白スーツ上下白スーツ着てですごいロック。 をガガンガンやるみたいなちょっとなんかなんて言うんでしょう敷居が高いようなイメージが、ね、あったりとかちょっとまあ年代が上だなとか思ったりすると思うんですけど実はめちゃくちゃ苦労人の方で,で私ももちろんその小さい頃はも何もエピソードとか何も知らなかったからあの本当に曲がかっこよくてお人,柄お人柄とかを抜きにしてパフォーマンスがすごいって言って憧れたんですけど。 高校生ぐらいの頃に「A ちゃんの成り上がり」っていう本を読んでもう衝撃でこんな感じなのってすごいなんかこう見た感じもうめちゃめちゃ成功者でスターですごい運を持っててみたいなイメージがあると思うんですけどまあ広島に彼は生まれ彼は <laughs> 広島に生まれ まあ幼い頃にお母さんがまあ蒸発されてしまってでお父さんもこう亡くなってしまってみたいなですごい親戚中たらい回しにされたりとかして結局おばあちゃんのもとで生活することになってでもまあおばあちゃんもねそんななんかまだ働ける年お年とかでもなかったからすごくまあ環境的には貧しい家庭で育ってであのー、すごく、まあ、苦しい思いもたくさんしたけど。 まあ、幼い頃から A ちゃんだったんだなって思った感じた感動エピソードがあってなんかその小さいもう小学生ぐらいの頃に裕福なご家庭のお子さんがケーキを投げつけたらしいんですよ A ちゃんに今考えたらもうヒーとて感じじゃないですか <laughs> A ちゃんに投げつけるなんてみたいなでもまあその小さい頃だからやっぱりちょっと差別とかも受けてしまってケーキを投げつけられてでその時 A ちゃんはその 今の A ちゃんのイメージから言ったら「ななんだよ」みたいなこう言,う言いそうな、ね、イメージがあるかもしれないんですけど小さい頃の A ちゃんはこう頬についたケーキを落ちるな「落ちるな落ちるな」と思いながらなめたんですよ食べれなかったからケーキが初めてその時ケーキを食べて「おいしい」って言ったんですよその時から A ちゃんは「A ちゃんだったんだ」と思ってその成り上がりを読んだ時「なんで笑ってるんですか?」あじゃないんですよ感動話ですよえ 何ですかえちゃんいや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 その時から逆行逆境をもう自分のものにするんですよえい、ー、ちゃんは。っていう話がま,あまだもう一つあって <laughs> あの、大人になってから詐欺に遭うんですよ。もう、えっ 90, ?90 年代1990年代なんですけど確か詐欺に遭って35億の借金とかも抱えたにもかかわらず。 全部返済したんですよ音楽頑張ってへこたれずにしかも音楽の道一本だけですごくないえぐくないやばくない <laughs> 子供の声が変わんないんですよだからそういう面でだからすごいなんか人間としてこう頑張れる A ちゃんのことを思うとって思った泣きそう <laughs> そうっていう人がね A ちゃんなんですけどまあそんな中で A ちゃんの曲を 一曲お届けしようかなと思いますよ。はい、いいですか？矢沢永吉さんでトラベリングバスです。どうぞ。じゃあ <laughs> 始まった。これはもうね、ライブの鉄板の曲でなっておりまして、だいたいアンコールのあの止まらない母に続いてね、あのー、みんなでこうタオルを投げながら行われるあのライブでタオルを投げる曲ですねこちら。で聞いてください。 きつい旅だぜお前にわかるかいあのトラベリングバスに揺られて暮らすのはどうですか !?A ちゃんこの話を聞いた後のこの歌詞、まあ、作詞は実はあの違う方なんですけどすごく、まあ、A ちゃんを作詞で支えたと言われてる方なんですけど作曲が A ちゃんの曲でやばくない聞いて聞いてっていうそうかアーカイブの人には伝わってないんですよねそののの日暮らしがどんなものなものか お前にわかるかと A ちゃんが言うことによってこのしみるすごさじゃーんここでタオルを投げます皆さん手出 <laughs> しジャーンですねこのタイミングです、ね、皆さん覚えましょうライブに行く時ジャーン次はタオルを持っておい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 ですねはいみんなでも <laughs> これでライブに行きますねちなみにこの曲あの覚えやすい曲でなあのずっと同じこうコーラスな感じが続くので もうみんな覚えましたね投げるタイミングとチャンチャンチャンのタイミングでちなみにこのライブ <laughs> ライブに行ったらこの曲のチャンチャンチャンのところでライトがだいたい白くパンパンパンって光るんですけどそれがもう熱いんですよ暑い,い寒いの暑いじゃなくて激熱最後にこう「マジたまらないぜあのトラベリングバスに揺られていくのが」 ルしかもこの, <laughs> あのあれなんですよこの都市も確かあの全部ロックとかの音楽が有名な都市とかがこう書いてあったりとかする感じですね。で A ちゃんのもう一つすごいところはあの曲を全部海外に作りに行くんですよ海外に録音しに行く。で最初の頃に何だったかななんかそのの海外のその作品 曲さん作曲家さんとかアーティストさんとかって本当にもうなんかかっこいいって刺激を受けたらしいんですよ A ちゃん自身が若い頃に。で俺は日本で撮ってる場合じゃないって言って英語もしゃべれないのにに海外に行って収録したんですよすごくないですか一人でマネージャーとかもいないのに行って英語日本語の片言な日本語英語でこうなんですか あ終わっちゃう演奏者さんとかと一緒にミーティングして曲作ってみたいなそしたら今にはもうペラペラ英語ペラペラになってるんですよ A ちゃんすごくない努力の塊ですよはい曲も終わりました「トラベリングバス」でした矢沢永吉さんでいやーいい曲この何も知らずにこうただライブで盛り上がる曲だと思って私もね私自身も最初聞いていたんですけど A ちゃんのこの過去を知ってから トラベリングバスを聴くとやっぱりねしみるものがありますしそれを A ちゃんが歌うことによってこっちも燃え上がるっていうブ行きたい <laughs> <laughs> まあね秋にツアーもあるとか言われているのでね楽しみだなと思っております伝わりましたかね A ちゃんの魅力伝わりました なり上がりもっといろんなエピソードあるのでよかったら本も読んでみてくださいちょっとでも A ちゃんのイメージとかもなんかよくなったりもしてるといいななんて思っておりますはい <laughs> ということで今回はここまでですいやあ幸せな時間だった父親に聞かせよう <laughs> えーとそうですね、まあ、そんなこんな感じでフェスをお届けしたいと思います、まあ、引き続きどなたが出てくるのか私自身も楽しみなんですけれども、えー、8月の最終週にはですねリスナーさんの フェスで聴きたいアーティストさん。矢沢が染みる45年間のメロディー。矢沢永吉初のバラードベストアルバム。スタンダードザ・バラードベスト。大ヒット発売中。詳しくは矢沢永吉オフィシャルサイトを検索。